エイリーク2世マグヌソンは、ノルウェーの国王。改め法王マグヌス6世と、デンマーク王エイリーク4世の娘インゲボーの愛の子。1280年、父の死により後を継いで即位する。翌1281年、敵対関係にあったスコットランドとの関係改善のため、スコットランド王アレグザンダー3世の王女マーガレットをとして迎えた。マーガレットは年後、娘、 マルグレーテの出産の際に死去した。その後、1293年に、後のスコットランドをロバート一世の妹イザベルと再婚した。ハンザ同盟との交話にも尽力している。1299年、32歳で死去した。この時、5歳イザベルとの間の娘インゲビオルグしか残っていなかったが、ノルウェーの相続法では、女子の王位継承は認められなかったため、 王位は弟方根五世が継ぐこととなった。戦災との間の唯一の子供であるマルグレーテは、母方の祖父アレグザンダー三世の死後、スコットランド女王マーガレットとして王位を継承したが、引き続き、ノルウェーで養育された。後に、イングランド王太子エドワードとの結婚が決められたが、父の元を離れて、スコットランドへ都会中に死去した。 マーガレット・オブ・スコットランドとの間に一条を設けた。イザベル・ブルースとの間に一条を設けた。ありがとうございます。